風の噂で聞いたことがあった。昼の世界と夜の世界、そのあわいを取り仕切る白母の武装集団。この世には異能力を持つ者が少なからずいる。異能集団、武装探偵社といえば聞いたことがあるのではないか。僕にできることか。理想とは何か、その問いへの答えは無数にある。人は誰かに生きていいよと言われなくちゃ生きていけないんだ。そんな簡単なことがどうしてわからないんだ。大気ひしめくこの街の変人揃いの探偵社、これより始まる怪奇探。これが先ぶれ前兆し。さて、昔私は自分のしたことについて後悔したことはなかった。しなかったことについてのみいつも後悔を感じていた。